でもエマちゃんブラはまだいらないよね。ちょっとよくわかんないな。お前そう言ってるってことは多分男だと僕は勝手に推測するが、男とて乳首は立つだろうが、お前は普段から肌着をつけずに T シャツでも乳首が立ったまんま普段外に出ているということか。乳首立てやろうが、乳首を立てたまんま露出するということは女の子はできないからブラジャーをつけるんだよ。貧乳か否かなんてそんなことは関係がないのだ。乳首が立ったまんま露出をできるか、野外を歩けるか、いいな。だからブラジャーをつける。貧乳どころブラジャーいらないよね。理論なんてものは存在しないのだ。ルンバ。まあ男の子はそれでもいいのかもね。乳首立っててもいいのかもしんない。でもたまにいたでしょ、体育の先生とかがさ、いつもなんか乳首立ってるみたいな、まあ、そういうの、あ、男の子は気にしなかったのかな。なんか女の子たちはみんな、あの先生ってなんかいつも乳首立ってるよねみたいな言われてたんだぜ。肌着はつけた方がいいと思うな。